なんで中国を、まあ、今回の安保理決議はあのおっしゃったような効果が可能性としてはあるわけですけれども、それは中国を含めた国連加盟各国が決議を誠実に履行した場合、例えばこういう効果が発生するということなんですね。で、実際どうなるかということをこれまでの例えばこの数年間を絞ってみても、すでに何度も出ている国連決議で禁輸リストに入っているものがどうして公然とこうやって、まあ、公然は言い過ぎですかね、例えば東南アジアを経由して輸出輸入されているんだといったようなことがこれまでも何度も報告されているということは、まあ、将来にわたって悲観的な材料だというふうに思います。山本さん、あの申し上げさんのおっしゃる通りで、あの、まあ、当然中国は北朝鮮が核を保有してその核弾頭を搭載したミサイルを飛ばせる状況になることは望んでないんですけども、もうはっきり言って、北朝鮮を見捨てるつもりはないと思うんですね、うん、で、あの昨日の環球時報、あの尾形さんご存知ですか。見捨てるつもりっていうね、なくなったら中国困るわけで、その通りです。で、朝鮮半島が韓国に統一されたら一番困るわけ、その通りです。で、昨日あの尾形さんご存知だと思うんですけど、中国のあの環球時報っていう新聞でですね、アメリカと北朝鮮が戦争に入った時、そのアメリカがあの中あの北朝鮮がアメリカを先制攻撃した時には中国は関わらないようにすると、しかしながらその米韓連合軍があの侵略した時は中国はそこに関与するって言ってるぐらいで、もうあのシナリオとしては残念ながら北朝鮮をですね、田原さんおっしゃったように中国は追い詰めるつもりはないんだと思うんです。そして考えてみるとですね、まあ、あのこの軍事的なオプションを本当にアメリカが取るかどうか、まあ、普通はないですよね。そうだとするとやはり近い将来残念ながら核保有国である北朝鮮が出現をして、その北朝鮮とそのまさに本当に居心地悪いんですけども、まさに核の均衡みたいなね、そういう最も嫌なシナリオがやってくるっていうことを考えなきゃいけないとずっと思ってたんですが、普通で考えればやらないですよね。だってピンポイント攻撃をやる目的は金正恩がそのピンポイント攻撃で抑止されて、あ、こんなにアメリカがやる気だったらあの核開発やめようって思うことなんだけど、いろいろあのここのところ1週間ぐらい北朝鮮専門家に聞いたらですね、やっぱり田原さん38度線にですね、北朝鮮軍のほとんどの主力の部隊がいて、であの完全に洗脳されてて、で非常にその緊張した状況でその前線の兵士がいるわけですよね。でその時にもし本当に例えばアメリカがピンポイント攻撃したら、金正恩の指示を仰がずにおそらくすぐ反撃するだろうっていうあの分析があって、それは私かなりあの説得力があると思うんで、で最初の一撃でやはりあのこれ森本先生のご専門ですけど、全てのやっぱりその北朝鮮の戦力反撃能力を断つことはできないんで、いかなる場合もソウルは火の海になって、で場合によっては日本にも飛んでくると、で普通だったらないんですけども、ただ昨今田原さんがさっきおっしゃったように、かなりトランプ大統領との間でですね、ほとんどトランプ大統領も北朝鮮の労働新聞が言うような表現でやってて、ただこれあのルリさんの分析も聞きたいと思うんですけどね、これやっぱりトランプ政権ってこの間あのメキシコの大統領それからカナダの首相との電話首脳会談がね暴露されたんですけど、その中で分かることはとにかく見てくれを気にする、自分はもうマッチョな世界最強のアメリカのリーダーだっていうのに、これがやっぱり北朝鮮の恫喝に屈したみたいなことになると、それはトランプにとっては最も良くない形なんで、だからこれないと思いますけども、ちょっと場合によっては最悪のケースもあるのかなって最近思い始めてきました。それは結局そのトランプさんがその金正恩さんがやってることと同じようなことをやってるわけ でこのチキンレースっていうのは今までオバマさんみたいな人だったらよかったんですけど、誰かがやっぱり仲介したり介入する必要があって、で今のところそれはやっぱり中国がその一番北朝鮮に影響力もあり、米中関係っていうのもすごいその大事な関係なので出張ってきてるわけじゃないですか。で中国に対してトランプさんは当初かなり期待をしてしまっていて、これアメリカの新政権必ずやるんですけど、最初なんかこう選挙戦中はひたすら叩いておきながらなんか政権に就くとですね、いきなり中国に対して期待をし始めるわけです。だから中国そんな能力ないのに、北朝鮮の言うことを聞かせる能力ないのになんかあると勘違いしてしまって、でそう期待した結果として今起こってるっていうだけなので、多分その幻滅がですね、まあ、ちょっと現実を受け入れようっていう気分になるまで、まあ、もう少しかかるんですけど受け入れるしかないので受け入れると思うんですよ。
でこれから北朝鮮に対して今60発ぐらい核弾頭があるというふうな、ね、見積もりがアメリカ出してるわけだけども、じゃあ60発あるってことは核保有国ですよね、まあ、言ってみればね、事実上の。でその北朝鮮に対して日本の論調すらも変わってきてることを実はメディアあんまり報じてなくてですね、実はそのテレビ朝日の某番組でその石破茂さんというですね、一応その安倍総理と晴れる、うん、まあ、候補者の、まあ、第、ね、1人者か2人目かどっちかですよね。でそういう人があの、まあ、北朝鮮の核保有国化に言及しながら、その非核三原則の見直しに関して、まあ、議論すべきだというふうに方針を転換したわけです。核を持つべきだ、まあ、持つべきだというふうに断言したというと誤報になりますけども、ただ番組内で記録残ってると思いますけども、これは橋本徹さんという方も同番組内で同じような立場に転換された。でこれは基本的にこの年をまたいで2017年になるあたりから論調というのはだんだん変わってきて、自民党の中の2位か3位を争うような総理候補が両親に、あの石破茂も橋本徹も日本は北朝鮮になるべきだと言ってるわけ、ね、実は全然そうじゃないです。北朝鮮になるべきというんじゃなくて、核を持っていくと、いや、非核三原則というのは一応持たず作らず持ち込ませずなので、それはもう今持ち込んでるじゃん、すでに。いや、持ち込ませずを見直して、その別にもう持ち込んでるよ。いや、持ち込ませずを見直す、沖縄には基地もある、核保有とは同義じゃない、ないないない、じゃない、いやだから、うん、だから北朝鮮と同じじゃないですね、北朝鮮と一緒になるんだね、うん、日本は。違いますよ、それ。ただ、それは誤報ですよ。いや、ちょっと待って。田原さん、それ誤報ですよ。いや、誤報じゃない。あのね、うん、要するに北朝鮮は何もアメリカと戦争しようとしてるんじゃないんだよ。うん、アメリカは攻撃されたくない。うん、攻撃されないためには核を持たなきゃいけないと思ってる。いや、あの抑止力ですよ。ちょっと、井上さんの言うことを補強するとですね、うん、石破さんが言ってるのはおそらくその日本がその核を持つっていうことじゃなくて、残念ながらその北朝鮮に対して例えば制裁をする、アメリカが中国に期待したような例えば二次制裁三次制裁やろうと、結局制裁でもう金正恩は核開発は諦めない、諦めない、核開発諦めない、おそらく武力でその朝鮮半島を統一しようという石化あのプランも諦めないかもしれない。だからそのも北朝鮮が核を諦めないという現実に立って、日本政府としてその中で何をしようかということを真剣に考えなきゃいけないという意味で言ったんだと思います。北朝鮮はあと核を持つべきかどうか、まあ、僕は、ね、さっき石破さんが、ね、その核を持つべきかどうかの議論をした方がいいという話をされた時に、やっぱこの、ね、まあ、ちょっとあのお盆に帰ってきている、ね、あの原爆で亡くなった、ね、人たちはどう思っているのかなとちょっと一瞬思ったんですけどもね、うん、僕はその核を持つべきかどうかっていうので、例えばじゃあ俺も持つ、じゃあ俺も持つ、俺も持つってなっていて、まあ、みんな持つじゃないですか。その時にもう外すことって難しいと思うんですよね。他の国が外すことって難しくなってくると思うんですよ。だから僕はその、核よりも今なんかその北朝鮮のことについて、僕なんかテレビとかネットニュースとか、例えば、ね、北朝鮮の放送とかがなんか言ってる情報だけを見て、あ、北朝鮮ってこんなこと考えてんだとかっていうことしか知らないんですけど、なんかその誰かが北朝鮮に行ってなんかこう、ね、キム・ジョンウンと、ね、そのちゃんと対話する、喋る、ね、田原さん、ちょっと安倍さんにちょっと言ってきてくださいよ。でも今はもう本当にキム・ジョンウンはそういう対話さえもしない、言ってもしない、電撃包丁みたいなことってやらないんですか、安倍さんは。できないですか。いや、できなくないでしょ、ね、言ったらいいじゃないですか、対話してもね、うん、嘘しかつかないの、うん、だって、いや、うん、そう、僕ね、これね、ちょっとすごい、例えばね、例えばごめんなさい、ちょっとすごいあのバカな例えするんですけど、あの例えば日本なんかもあの昔はね、ちょっとやばい時あったわけですよね。やばいってやばい、だから、北朝鮮植民地にしたりとかっていう、やっぱ歴史があったわけね、うん、あったわけですよ、満州とかあるわけですよ、うんうん、ね、ドイツの国にもやっぱ反抗期があるとしたら、その北朝鮮に対して、ね、こいつやべえやつらだと、ね、話すのやめようぜっていう対応してたら、どん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 悪くなってくると思う。最終的にはもうアメリカっていうめちゃめちゃ強いヤンキー連れてきて殴るって言ったら、絶対すぐ殴り返してくると思うえっていうか、北朝鮮はもうアメリカと対話がしたいんですよ。私たちがどうのこうのではなくて、アメリカをとにかく対等の形で、核というものを持って対等の形でアメリカと同じテーブルにつかしたいって言いますよね。だけどアメリカはそれは絶対認めないって言うんで、今のこうチキンレースが。で、私たちはその時、日本って例えば、排他的経済水域でしたっけ、日本の庭になんかバンバンミサイル落とされてて、
ね、なんで中国なんか言ってくれんのかなとかアメリカなんか言ってくれ、まだ落ちてない、いやだけどまだ落ちてあ落ちてないですか、落ちてない、 EZ の中でしか落ちてない、うん、誤解だけど、今 EZ のこと日本の庭って言ったけど、そうそうそう、EZ っていうのは資源に対する権利はあるけども、管轄権があるわけで、ミサイル落ちても一応国家の領域はないんです、管轄権があるわけです、その日本の危機的な感じじゃないですよ、主権ではない、危機的なのは、ね、むしろそのアメは悪いけど、ね、北朝鮮が持っちゃうっていうことがもう、ちょっと待って、はい、北朝鮮はなんでミサイルや核の実験やってるんですか、まあ、皆さんおっしゃるようにね、これはあの大国としてアメリカと、まあ、とにかく差しで、相手にしてもらえるような会話をしたいわけよ、国になると、うん、最後は対話です、なんで対話をして何をやるかというと、なんでその対話のアメリカは相手にならないんですか、いやアメリカは、うん、条件をつけるわけではないけど、少なくとも今最近テラソンが言ってるのは、ここでミサイルの、テストをやめなさいとか、あるいは核開発を中止しなさい、凍結しなさいとかっていう現実的な条件をきちっと明示すれば、対話に応じるかもしれないっていうことなので、まあ、アメリカの方が条件を出しているんです、嫌だとは言ってないです、嫌だとは、ただですね、現実問題としてはアメリカに、北朝鮮はアメリカと対話に応じて何をしようとしているかというと、自分が核保有国であることを認めなさい、うん、敵視、でもさ、ちょっと待って、ティラーソンがこれ以上核実験をするなってことは核保有国を認めるってことじゃない、いやこの段階以上に核能力を高めないけども、今ある核はすぐに廃絶しなくていいっていう、その曖昧な、なんか玉虫色的な表現にしようとしてるわけです、ティラーソンは。それは 今の持っている核を、初めはその認めても徐々にゼロにするための交渉をするんですよ、だからティラーソンそんなこと言ってないやん、いやいやそんなことは言ってない、そんなこと言ったら今から全然応じないですから、キム・ジョンウンがなんか、まあ、アメリカとは対話したくないって言ってましたよね、いや対話したくないというのは、今はアメリカと、話せるようなステータスになってない、確実にアメリカが今持ってる核兵器を弾道ミサイルに搭載してアメリカの都市首都に届くような能力を持つことをアメリカが確信すれば、それは条件を満たすということは、なんか今すごい気になったんですけど、まだその段階までは行ってないっていう、すごい気になったんですけど、アメリカの意思っていうのは、まあ、アメリカの話だからいろいろ事情があるでしょうと、ただ日本の中で今北朝鮮がすごい感じの悪いね、 EZ にミサイルを落としてくるようなことやってますと、で敵視してきて、アメリカ軍もろともね、日本を攻撃するぞみたいなこと言ってます、はいはい、北朝鮮が核保有国であることを認める代わりに敵視政策を、日本に対する敵視政策をやめるんだとすると、北朝鮮の核保有国化を、まあ、認めてあげようと思う日本人って結構多いのかなって気になったんですけど、あの核保有化を、ね、認めてあげようと思う日本人は多いとは思わないけど、たださっき村本さんのお話を聞いて思ったんですが、はい、まあ、あの基本的に日本人みんな北朝鮮嫌いですよね、まず第一、そのあの拉致問題、僕は嫌いじゃないです、いやでも拉致問題を起こしたっていうこの一つを持ってもまあ断じて許せないと多くの人はみんな思うわけですよね、で私実は自民党の議員として、田原さんよくご存じだけど、その経済制裁法案、これ結構主導したんです、当時6人ぐらいのグループで、でとにかく圧力を、対話と圧力と両方やるっていうんだけど、まあどっちかっていうと圧力をどんどんかけていこうと思ってやってきたんですけど、日本ができることは限られてて、とにかくあの9割は中国でしょ、貿易、だから日本、例えばその2つの船舶止めたりとか、あるいは送金止めたりしたんだけど、結局そこには限界があると、で今度は国連安保理で何度もあの制裁決議やって、今度は中国もロシアも入ったって田原さん言ってたんですけど、多分効かないですよね、でそうだとすると、さっき言ったように非常に居心地が悪いんですけども、北朝鮮は結局核開発やめない、そうすると残念ながらどっかで核保有国として出現してくるんであれば、やっぱりその圧力はかけていかなきゃいけないけど、その一辺倒だけではやっぱりもうあの北朝鮮問題を解決できないっていうところには来てると思います。僕ね、あの北朝鮮のことを日本の人はほとんど嫌いだっていう話になるんですけど、その僕の友達が北朝鮮の学生とこの前喋った時に、その日本のね、あの北朝鮮の拉致問題の話した時に、だって日本はその前にね、あの北朝鮮に、ね、植民地してるじゃないかと、でなんで自分たちの都合のいいところだけ切り取るんだっていうことを喋ってたんですよ。それで嫌い
ってなんかすごいいいなって思うんですよね。なんかそれ嫌いというか、あのね、もう一つ大事なことがあって、実は北朝鮮は、日本は世界で孤立してる国に見えるんだけど、違う、ヨーロッパの国は全部北朝鮮と、いや、僕は行ってね、北朝鮮で僕は2回行ったんだけどね、北朝鮮で優秀な学生は中国へ留学するのかとは違う、中国はできないやつが行くんだと、一番優秀なやつはドイツ行くんだって、ヨーロッパ行ってんですよ、みんな。だから結局その我々がね、北朝鮮は孤立してるって思い込んでるけれども、例えば制裁の中で抜け穴的になってるところっていうのは、東南アジアの各国は例えばパーム油を輸出してたりね、いろんな関係性があるわけですよ。でそれ、その北朝鮮が核保有国化した時に、その敵視政策をやめて、例えば中国が改革開放を始めてね、あんなひどいその文革から今のような国に少しまともに変わってきたように変わる気があるんだとすると、我々が中国の核保有国化を認めたように、北朝鮮の核保有国化を認めるのかっていうのは結構聞きたくて、あのね、そう、もう一つね、市田さんが言うと問題になるか言いませんけど、うん、北朝鮮を巡ってはね、日本の政府に謎がいっぱいあるんだよ、あのね、あのね、あの安倍さんが北朝鮮の拉致を取り戻そうと言ってるでしょ、なんで言ってるのかよく分かんないの、実は。どういうことですか？どういうことですか？あんま言わないもいいかな。言ってくださいよ。タブがあるじゃないですか。言ってくださいよ。これは、まあ、いやターラさんが言わないことにしたことだと思うので。いや、まあいいよ。いや、あの漠然という。気になる。僕が2度目に北朝鮮行った時に、ね、ソン・イルホっていう日朝国交正常化大使と会って何度も話した。したら彼が、実は北朝鮮に、いや、有本恵子さんとか、それからもう一人なんだっけ、横田さんはいない、ただしそれ以外の複数の日本人がいると、でそれを返したいと思うんだけども、日本の国がいい顔しないと、それで帰ってきてね、外務省のある高官にね、あの数人の本当にあのいい顔しないと言ってんだけど、どうなんだと。なんでいい顔しないんですか？だからどうなんだと聞いたのよ、でそしたら名前出していけないからいい、ね、そしたら実はと、横田めぐみさんや有本恵子さん以外の日本人が帰ってきても日朝関係は良くならないというふうに出たと、世論調査したら、政治的利用ってことですか？だからなかったことにしようと、日本から言ったって。これはでもひどい話じゃないですか、むちゃくちゃ。いや、まあまあ、あの、いやだからこれはね、あんまり言うと、だからなぜ安倍さんが拉致をまた求めてるのかね、実はよく分かんない。しかも僕が言ってるのはね、裏の話じゃないよ、ちゃんとした交換だからね。それとなんか、なんで、まあ、ソン・イルホが本当のことをしゃべる人間かどうかっていうのは、いやいや、ついにソン・イルホはどうでもいいの、その外務省の交換に、あの そういうふうに北朝鮮に行ってきてるんだと、でどうしてそのあの返そうとしないんだったら、そのだから、それはでも一人でも、一人でも二人でもちゃんと交渉して、そういうことになってるんだったら返してもらうべき。いや、根拠のある話に戻すと、その先ほどの私の問題で、なんか先ほどから米川さんが北朝鮮は対応を望んでるんだってことでうんうんって近づいてらっしゃったんですけど、どうなんですか、その北朝鮮の核保有国化は認めてでも、あの暴発しそうな政権を落ち着いて改革開放に導くべきなのか、そうでもないのかっていうのは、それを対話しないと分からないですよね、それはスタートで、その後だから、まあ、スタートがまだ全然あのスタートラインに立てないから分からないわけで、そこ、ね、それすごい変な話だと思うんですけどね、はい、この番組の冒頭で日本が核の条約に、ね、入らない安倍政権を、ね、最初に批判された方々がですよ、北朝鮮の、ね、核保有を、ね、認めるなどというのはね、そんな、それこそダブルスタンダードでしょう。対話したくないというのは
今はアメリカと話せるようなステータスになってない。確実にアメリカが今持ってる核兵器を弾道ミサイルに搭載してアメリカの都市首都に届くような能力を持つことをアメリカが確信すれば、それは条件を満たすっていうことだ。なんか今すごい気になったんですけど、まだその段階までは行ってないっていう、すごい気になったんですけど、アメリカの意思っていうのは、まあ、アメリカの話だからいろいろ事情があるでしょうと。ただ日本の中で今北朝鮮がすごい感じの悪いね EZ にミサイルを落としてくるようなことやってますと、で敵視してきて、アメリカ軍もろともね、日本攻撃するぞみたいなこと言ってます、はいはい北朝鮮が核保有国であることを認める代わりに敵視政策を、日本に対する敵視政策をやめるんだとすると、北朝鮮の核保有国化を、まあ、認めてあげようと思う日本人って結構多いのかなって気になったんですけど、あの核保有化を、ね、認めてあげようと思う日本人は多いとは思わないけど、たださっき村本さんのお話を聞いて思ったんですが、まああの基本的に日本人みんな北朝鮮嫌いですよね。まず第一、そのあの拉致問題、僕は嫌いじゃないです。いやでも拉致問題を起こしたっていうこの一つを持ってもまあ断じて許せないと多くの人はみんな思うわけですよね。で私実は自民党の議員として、田原さんよくご存じだけど、その経済制裁法案、これ結構主導したんです。当時6人ぐらいのグループで、でとにかく圧力を、対話と圧力と両方やるっていうんだけど、まあどっちかっていうと圧力をどんどんかけていこうと思ってやってきたんですけど、日本ができることは限られてて、とにかくあの9割は中国でしょ貿易だから、日本例えばその2つの船舶止めたりとか、あるいは送金止めたりしたんだけど、結局そこには限界があると。で今度は国連安保理で何度もあの制裁決議やって、はいはい、今度は中国もロシアも入ったって田原さん言ってたんですけど、多分効かないですよね、はい、でそうだとすると、さっき言ったように非常に居心地が悪いんですけども、北朝鮮は結局核、開発やめない、そうすると残念ながらどっかで核保有国として出現してくるんであれば、やっぱりその圧力はかけていかなきゃいけないけど、その一辺倒だけではやっぱりもうあの北朝鮮問題を解決できないっていうところには来てると思います。僕ね、あの北朝鮮のことを日本の人はほとんど嫌いだっていう話になるんですけど、その僕の友達が北朝鮮の学生とこの前喋った時に、その日本のね、あの北朝鮮の拉致問題の話した時に、だって日本はその前にね、あの北朝鮮に、ね、植民地してるじゃないかと、でなんで自分たちの都合のいいところだけ切り取るんだっていうことを喋ってたんですよ。それで嫌いってなんか都合いいなって思うんですよね。なんかそれ嫌いというか、あのね、もう一つ大事なことがあって、ね、もう一つ大事なことがあって、実は北朝鮮は、日本は世界で孤立してるように見えるんだけど、違う、ヨーロッパの国は全部北朝鮮と、いや、あの、ここやって、で、僕は行ってね、北朝鮮で何もう 2回もう持ち込んでるよ。いや持ち込ませずを見直すってことは、沖縄には基地もある。核保有とは同義じゃない。ないないない。じゃない。いやだから、一番重要なのは、要するに北朝鮮と一緒になるんだね。日本は違いますよ。それ田原さん、北朝鮮だって、それは誤報ですよ。いやちょっと待って。田原さん、それ誤報ですよ。いや誤報じゃない。あのね、要するに北朝鮮は何もアメリカと戦争しようとしてるんじゃないんだよ。アメリカは攻撃されたくない。攻撃されないためには核を持たなきゃいけないと思ってる。いやあの抑止力です。ちょっと井さんの言うことを補強するとですね、石破さんが言ってるのはおそらくその日本がその核を持つっていうことじゃなくて、残念ながらその北朝鮮に対して例えば制裁をする、アメリカが中国に期待したような、例えば二次制裁三次制裁やろうと、結局制裁でもう金正恩は核開発は諦めない、諦めない、核開発は諦めない、おそらく武力でその朝鮮半島を統一しようという石化あのプランも諦めないかもしれない。だからそのも北朝鮮が核を諦めないという現実に立って、日本政府としてその中で何をしようかということを真剣に考えなきゃいけないという意味で言ったんだと思います。北朝鮮はあと結構核を持つべきかどうか、まあ、僕は、ね、さっき、その先石破さんが、ね、その核を持つべきかどうかの議論をした方がいいという話をされた時に、やっぱこの、ね、まあ、ちょっとあのお盆に帰ってきている、ね、あの原爆で亡くなった、ね、人たちはどう思っているのかなとちょっと一瞬思ったんですけどもね、僕はその核を持つべきかどうかっていうので、例えばじゃあ俺も持つ、じゃあ俺も持つ、俺も持つってなっていて、まあ、みんな持つじゃないですか。その時にもう外すことって難しいと思うんですよね。他の国が外すことって難しくなってくると思うんですよ。だから僕はその
核よりも今なんかその北朝鮮のことについて僕なんかテレビとかネットニュースとか例えば、ね、北朝鮮の放送とかがなんか言ってる情報だけを見てあ北朝鮮ってこんなこと考えてんだとかっていうことしか知らないんですけどなんかその誰かが北朝鮮に行ってなんかこう、ね、キム・ジョンウンと、ね、そのちゃんと対話する喋る、ね、田原さんちょっと安倍さんにちょっと言ってきてくださいよ。でも今はもう本当にキム・ジョンウンはそういう対話さえもしない言ってもしない電撃包丁みたいなことってやらないですか安倍さんはできないですかいやできないないでしょね言ったらいいじゃないですか対話してもね、うん、嘘しかつかないの、うん、だっていや僕ねこれねちょっとすごい例えばね例えばごめんなさいちょっとすごいあのバカな例えするんですけどあの例えば日本なんかもあの昔はねちょっとやばい時あったわけですよねやばいってやばいだから、北朝鮮植民地にしたりとかっていうやっぱ歴史があったわけね、うん、あったわけですよ満州とかあるわけですよ、うんうんね、ドイツの国にもやっぱ反抗期があるとしたらその北朝鮮に対して、ね、こいつやべえやつらだと、ね、話すのやめようぜっていう対応してたらどんどん悪くなってくると思 うです最終的にはもうアメリカっていうめちゃめちゃ強いヤンキー連れてきて殴るって言ったら絶対すぐ殴り返してくると思うんですえっていうか北朝鮮は、うんうん、もうアメリカと対話戦をですね田原さんおっしゃったように中国は追い詰めるつもりはないんだと思うんです、うん、そして考えてみるとですね、まあ、あのこの軍事的なオプションを本当にアメリカが取るかどうか、まあ、普通はないですよね、うん、そうだとするとやはり近い将来残念ながら核保有国である北朝鮮が出現をして、うん、その北朝鮮とそのまさに本当に居心地が悪いんですけどもまさに核の均衡みたいなね、うん、そういう最も嫌なシナリオがやってくるってことを考えなきゃいけないとずっと思ってたんですが普通で考えればやらないですよねだってピンポイント攻撃をやる目的はキム・ジョンウンがそのピンポイント攻撃で抑止されて、うん、あこんなにアメリカがやる気だったらあの核開発やめようって思うことなんだけどいろいろあのここのところ1週間ぐらい北朝鮮専門家に聞いたらですねやっぱり田原さん38度線にですね北朝鮮軍のほとんどの主力の部隊がいてであの完全に洗脳されててで非常にその緊張した状況でその前線の兵士がいるわけですよねでその時にもし本当に例えばアメリカがピンポイント攻撃したらキム・ジョンウンの指示を仰がずにおそらくすぐ反撃するだろうっていうあの分析があってそれは私かなりあの説得力があると思うん で最初の一撃でやはりあのこれ森本先生のご専門ですけど全てのやっぱりその北朝鮮の戦力反撃能力を断つことはできないんでいかなる場合もソウルは火の海になってで場合によっては日本にも飛んでくるとで普通だったらないんですけどもただ昨今田原さんがさっきおっしゃったようにかなりトランプ大統領との間でですねほとんどトランプ大統領も北朝鮮の労働新聞が言うような表現でやっててただこれあのルリさんの分析も聞きたいと思うんですけどねこれやっぱりトランプ政権ってこの間あのメキシコの大統領それからカナダの首相との電話の首脳会談がね暴露されたんですけどその中で分かることはとにかく見てくれを気にする自分はもうマッチョな世界最強のアメリカのリーダーだっていうのにこれがやっぱり北朝鮮の恫喝に屈したみたいなことになるとそれはトランプにとっては最も良くない形なんでだからこれないと思いますけどもちょっと場合によっては最悪のケースもあるのかなって最近思い始めてきましたそれは結局そのトランプさんがそのキム・ジョンウンさんがやってることと同じようなことをやってるわけ でこのチキンレースっていうのは今までオバマさんみたいな人だったらよかったんですけど誰かがやっぱり仲介したり介入する必要があってで今のところそれはやっぱり中国がその一番北朝鮮に影響力もあり米中関係っていうのもすごいその大事な関係なので出張ってきてるわけじゃないですかで中国に対してトランプさんは当初かなり期待をしてしまっていてこれアメリカの新政権必ずやるんですけど最初なんかこう選挙戦中はひたすら叩いておきながらなんか政権に就くとですねいきなり中国に対して期待をし始めるわけですだから中国そんな能力ないのに北朝鮮の言うことを聞かせる能力ないのになんかあると勘違いしてしまってでそう期待した結果として今起こってるっていうだけなので多分その幻滅がですね、まあ、ちょっと現実を受け入れようっていう気分になるまで、まあ、もその日本のねあの北朝鮮の拉致問題の話した時にだって日本はその前にねあの北朝鮮にね、植民地してるじゃないかとで、なんで自分たちの都合のいいところだけ切り取るんだっていうことを喋ってたんですよそれで嫌いってなんか都合いいなって思うんですよねなんかそれ嫌いというかあのね、もう一つ大事なことがあって、実は北朝鮮は日本は世界で孤立してるように見えるんだけど、うん、違うヨーロッパの国は全部北朝鮮と、ね、いやあのこうやってで北あ僕は行って、ね、北朝鮮で僕は 2回行ったんだけどね、うん北朝鮮で優秀な学生は中国へ留学するのかとは違う
中国はできないやつが行くんだと、うん、一番優秀なやつはドイツ行くんだと、うん、ヨーロッパ行ってるんですよ、うん、みんな。だから結局その我々がね北朝鮮は孤立してるって思い込んでるけれども、例えば制裁の中で抜け穴的になってるところっていうのは、東南アジアの各国は例えばパーム油を輸出してたりね、いろんな関係性があるわけですよ。でそれ、その北朝鮮が核保有国化した時にその敵視政策をやめて、例えば中国が改革開放を始めてね、あんなひどいその文革から今のような国に少しまともに変わってきたように変わる気があるんだとすると、我々が中国の核保有国化を認めたように北朝鮮の核保有国化を認めるのかっていうのは結構聞きたくて、あの、ね、そう、もう一つね、今やも、うん、ね、市田さんが言うと問題になるか言いませんけど、うん、北朝鮮を巡ってはね、うん、日本の政府に謎がいっぱいあるんだよ、うん、あのね、うん、あのね、あの安倍さんが北朝鮮の拉致を取り戻そうと言ってるでしょ、うん、なんで言ってるのかよく分かんないの、実は。どういうことですか？どういうことですか？あんま言わないもいいかな。言ってくださいよ。ああ、え、そこがあるじゃないですか。言ってくださいよ。これは、これは、まあ、いやいやいや、サーラさんが言わないことにしたことだと思うので。いや、まあいいよ。いやいや、あの、漠然という。気になる。僕が2度目に北朝鮮行った時に、ね、ソン・イルホっていう日朝国交正常化大使と会って何度も話した。したら彼が、実は北朝鮮に、いや、有本恵子さんとか、それからもう一人なんだっけ、横田さんはいない、ただしそれ以外の複数の日本人がいると、うん、でそれを返したいと思うんだけども、日本の国がいい顔しないと、うん、それで帰ってきてね、外務省のある高官にね、あの数人の本当にあのいい顔しないと言ってんだけど、どうなんだと。なんでいい顔しないんですか？だからどうなんだと聞いたのよ、うん、でそしたら名前出していけないからいい、ね、はい、そしたら実はと、横田めぐみさんや有本恵子さん以外の日本人が帰ってきても日朝船舶止めたりとか、あるいは送金止めたりしたんだけど結局そこには限界があると、うん、で今度は国連安保理で何度もあの制裁決議やって、はいはい、今度は中国もロシアも入ったって田原さん言ってたんですけど、はい、多分効かないですよね、うんうん、でそうだとすると、さっき言ったように非常に居心地が悪いんですけども、北朝鮮は結局核、開発やめない、うん、そうすると残念ながらどっかで核保有国として出現してくるんであれば、うん、やっぱりその圧力はかけていかなきゃいけないけど、その一辺倒だけではやっぱりもうあの北朝鮮問題を解決できないっていうところには来てると思います。僕ね、あの北朝鮮のことを日本の人はほとんど嫌いだっていう話になるんですけど、うん、その僕の友達が北朝鮮の学生とこの前喋った時に、その日本のね、あの北朝鮮の拉致問題の話した時に、だって日本はその前にね、あの北朝鮮に、ね、植民地してるじゃないかと、でなんで自分たちの都合のいいところだけ切り取るんだっていうことを喋ってたんですよ。それで嫌いってなんか都合いいなって思うんですよね、うん、なんかそれ嫌いというか、あのね、もう一つ大事なことがね、もう一つ大事なことがあって、実は北朝鮮は、日本は世界で孤立してるように見えるんだけど、違う、ヨーロッパの国は全部北朝鮮と、いや、ここやってで、北、あ、僕は行ってね、北朝鮮で何、僕は2回行ったんだけどね、北朝鮮で優秀な学生は中国へ留学するのかとは違う、中国はできないやつが行くんだと、一番優秀なやつはドイツ行くんだと。ヨーロッパ行ってるんですよ、みんな。だから結局その我々がね北朝鮮は孤立してるって思い込んでるけれども、例えば制裁の中で抜け穴的になってるところっていうのは、東南アジアの各国は例えばパーム油を輸出してたりね、いろんな関係性があるわけですよ。でそれ、その北朝鮮が核保有国化した時にその敵視政策をやめて、例えば中国が改革開放を始めてね、あんなひどいその文革から今のような国に少しまともに変わってきたように変わる気があるんだとすると、我々が中国の核保有国化を認めたように北朝鮮の核保有国化を認めるのかっていうのは結構聞きたくて、あのね、そう、もう一つね、今やも、うん、あのね、市田さんが言うと問題になるか言いませんけど、うん、北朝鮮を巡ってはね、うん、日本の政府に謎がいっぱいあるんだよ、うん、あのね、うん、あのね、あの安倍さんが北朝鮮の拉致を取り戻そうと言ってるでしょ、うん、なんで言ってるのかよく分かんないの、実は。どういうことですか？どういうことですか？
まあ、言わないもいいかな。言ってくださいよ。あ、え、そこあるじゃないですか。言ってくださいよ。これは、まあ、いやいやいや、サーラさんが言わないことにしたことだと思うので。いや、まあいいよ。いやいや、あの、漠然という。気になる。僕が2度目に北朝鮮行った時に、ね、ソン・イルホっていう日朝国交正常化大使と会って何度も話した。したら彼が実は北朝鮮に有本恵子さんと